はい、今回は、ダイソーにある商品を使って夜釣りで使うヒットセンサーを自作する方法をご紹介していきたいと思います。ヒットセンサーって、まあ、大体よくあるこういうやつですね。光がついてて、まあ、それが触れると魚が釣れてますよってわかるようなやつなんですけど、で結局ただこのケミホタルだとずーっと光りっぱなしで、なんか正直ちょっとよくわかんないなっていうところがあるので、で今回使うのはこのダイソーさんで売ってた自転車用のバルブキャップライトっていう振動で光るようなセンサーが組み込まれたものを使っていきまーす。で、こうつけてもらうとわかるんですけど、こう何もないと光ってなくて、振動するとこう光るっていう、まあこういうような商品になります。実際はまあ自転車につけて、暗いところで、視認性を良くするっていう商品なんですけど、まあこれ釣りで使えそうなので、これ使っていきたいと思います。こんな感じで光ります。光るな。竿にこのままだと取り付けが難しいので、同じく釣り具コーナーで売ってた、このクリップ式のライトとケミカルライトの37っていうやつを使って、竿に固定できるようにしていきます。この100均のやつってここにケミカルライトを入れれるところがあるので、で、このサイズがちょうどここに、刺さるっていうのと、ちょうどこれのここですね、このケツの部分、ここにちょうど刺さるっていう感じで、まあ、これで、なんていうんですかね、まあ固定されるっていう感じなので、まあ、ただこのまんまだと、多分投げた瞬間に飛んでくんで、ここボンドで止めて、まあこれで完成っていう感じですね。で、まあコスト的には、この今回のセット買えば、それぞれ2つずつついてるので、2セットできるんで、まあ1つ50円、ん ?50 円 ?1 つ100円かな ?100 円でできるような感じになります。で、イメージとしてはこのまま竿につけて、こう、触れると、こう一瞬光るみたいな感じでやっていきたいと思います。じゃあ、ここの部分を、ボンドで止めていきます。出るか。あと、ボンド入ってないからな。出た。ちょっと多めに塗って、このまま押し込んでいきます。このままでいいかな。このまま固まるまで待ちます。で、ちょっとこのチリンチリンチリンってなるのが僕嫌いなんで、これはこのまま取っていこうと思います。で、これ普通に引けば取れるんで、目視引いて、で、このまま普通にクリップだけ使っていきたいと思います。はい、ボンドが固まったところで完成になります。で、全体像なんですけども、ここが発光する部分で、こっちのクリップで、が、竿に挟んで使うところになります。じゃあ、あとはこれを実際に調光現場で使っていきたいと思います。はい。とりあえず、実調編ということで、制作した、ヒットマーカーかな、を持って穴子釣りに来ました。まあ、とりあえず、風がめちゃくちゃ強いんで、すでに揺れてるんで、光ってんのかどうかよくわかんないですけど、まあ、とりあえず、こういう感じで、当たりが来ると光る感じになります。で、当たりがないとこう止まってるんで、まあ、確かにわかりやすいね。風がめちゃくちゃ強くなければ、わかりやすい感じです。